こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエスやっていきます。今回はシリーズ2完全移行後の一斉開封動画第2弾ということで、ゴールド契約書を、40連かな今回、はい、回していきます。でその後おまけとしてこれですね、自治名ランクで極みチャレンジ、今回はちゃんと極みチャレンジなんですが、これもおまけでやっていきます。まずはゴールド契約書から、40連なんで、まあ、10連ずつ引いていこうかなと思います。あのね、50連したかったんですけどね、あのグランプリをちょっとやり忘れてしまった分をがね響いて、今回は40連止まりになりました。でこの、10連ゴールチケは最後に引こうかな。はい、これも含めて40連です。確率のお話からします。過去に、過去戦績ですね、私動画で過去に700枚ゴールド契約書引いていて、そのうち A ランクが58枚、 S ランクが14枚っていう引きになっております。これ確率に直すと A ランクが 8.3%、 S ランクが 2.0% になってます。本来 A ランクは 8.5%、 S ランクは 2.5% 出るらしいので、まあ、確率は下回ってますが、でも前回引きが良かったせいか、まあ、ちょっとずつね本来の確率に戻ってきてはいます。行きましょう。お待たせしました。まず10連目からですね。そう、前回ね S ランクも A ランクもね結構良かった、いい感じで引いてたのでそのままねいい調子で引けるのか、それともそれで切り替わってしまうのか、シリーズ2とともにね、はい、完全移行とともに全く燃えなくなっていましたが、見ていきましょう。40連ありますからね。はい、まあ最初はオール B とはい、テンポいいですね。はい、ということでどんどんいきましょう。はい、どんどんいきましょう。次20連目ですね。ちょっとねついに選手枠500までいっちゃったので、泣く泣くね今選手量を拡張してます。もうちょっと選手枠増やしてほしいな。選手量ちょっとやっぱやり取りめんどくさいですね。はい、じゃあ次20連目いきましょう。40連あるからって思って引いてると意外とねすぐ終わっちゃうんですよね、こういうの。なんでここらでそろそろ早々にね引いておきたいよ。早く来てちょっと早く来てください。マジで演出渋いな。いやマジかこれあ、よかった。オール B 演出からの、いや久々ですね、演出なしから来てくれました、しゅんたさん。お、めっちゃ来るじゃん。しかもめっちゃいいまあね、メジャー挑戦って言われてますけれども、どうですかね。まあまあ、でも秋山選手ね、私今まだオーダー入ってますね。はい、ライオンズ枠で、いやーちょっとそのメジャー行く前にね引きたいなーと思ってるんですけどね。はい、最後も秋山選手と、はい、A ランク2枚ですね。 OK、 よかったよかった。これで10枚に1枚 A ランクが来てるっていうペースに戻せましたね。はい、じゃあ30連目ですね。よしよし、よかった。ほんと今んとこ演出激渋続きなのでちょっとハラハラはしている。最初にね有能代理人とか来てくれればいいんですけどね。はい、じゃあ30連目です。ここでね、ここで紙吹雪と有能代理人パターンが一番早々に安心できるんだけどな。マジで炎燃えないな。大丈夫かい。いや本当に大丈夫なんか私の端末炎燃えない仕様になってますが、さすがに演出なしから2連続は来ないかな。まずいですね。次の、じゃあ次最後あれか、10連ゴルチケでラスト。うわー、はい、あっという間でしたね。あんなにたくさんあったのにもう26枚しか残りがない。はい、じゃあもう最後今日締めます。大抽選会のね不祥当選、これもね結構数少ないあの応募数から当たったやつなんで、そんなに期待はしちゃダメかなって、まあ、あんま関係ないかもしれないですけどね思ってはいますが、じゃあ今日のゴールチケはラストです。次からはおまけのコーナーなんで、ラストです。いやお願いします。いや去年はねこのタイミング、そのシリーズ2完全移行のタイミングでめっちゃゴールド契約書から来たんですよ、 S ランク。なんで今年もね結構期待してたんですけど、マジで炎燃えないんだけど、炎全く燃えなかった今日一回も燃えてない、そんなことある。さっきは来たよ。ねえ、ちょっと本当にいいって感じの、いやーまあ確かに前回良かったですけどね。マジか。まあゴールド契約書だからね、期待しすぎちゃいけないっていうのも分かるんですけどね。じゃあおまけいきます。はい、おまけいきましょう。
結構ありますね実地名、まあ、ゴールド契約書と残り10枚まで貯められてないんでこれはちょっと貯めておくんですが、実地名ランク契約書を極みチャレンジで使っていきます。もう切り替えていきます。で、自チームはとりあえず阪神で、まずは阪神でいきます。まあ、阪神で終わっちゃうかもしれないんですけど、まず阪神でいきます。で、狙いはですね、かなりこれ完全移行で狙いやすくなったんじゃないかなと思います。 PJ さんですね、ジョンソン選手を狙って引いていきます。でも11分の1か、うん、まあ、西さん来たら小田入んないけど、リアタイ的にはちょっと強化できるかなみたいな感じですかね。はい、じゃあジョンソン選手1点狙いで引いていきます。で、今突4なので1枚来たらもう OK です。ですので1枚ずつスキップしながら1枚ずつ引いていこうと思います。じゃあ行きましょう。話になってるね。 OKOK、 行きますよ。もう最初からスキップ。はい、あー、球児さん、球児さんも前オーダー入ってたな。うん、球種がねちょっと少ないのはあれですけど、去年お世話になってました。行きます。2枚目、ちょっと早々に終わりたいんだけどな。2枚目、行きますよ。スキップします。行きます。2枚目、はい、いやこれ沼ハマってるかな、大丈夫かな。高山選手、いいですよ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 。次、だんだん減っていくのやだな。行きます。3枚目行きます。よし、引こう、早々に引こう。行くよ、3枚目、はい、うおいや結構ねいい選手引けてるんですけどね、糸井さん。はい、糸井さんか、糸井さんもアニバーサリーで引きましたね、去年かな。はい、じゃあ行きます。4枚目、はい、います。あ、一昨年か糸井さん引いたの、結構前ですね。はい、うわ、まあここまで残り日数少ないんで全然引いちゃうのはいいんですけどね。4枚目来て、こういう ループ入った、ループ。でもキュウジさんはいいんですよ、キュウジさんは、まあ、ありかなと思ってるんですけど、5枚目、11枚引けば、まあ、確率的には来るのか。いや11枚も引きたくないけどね、11枚も持ってるのかちょっともう分かんないです、数えてないんで。いきます、5枚目、はい、おお、まあ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 、 OK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 、 ちょっと一回枠整理してこないと。いや、まあマックス11枚までにしようかな。はい、引き続きやっていきたいと思います。やだなこの感じ、やだ。6枚目、いきまーす。はい、出るかな。11分の1ってそんなにきついですかね。え、きついか。7枚目、もったいないような使い方してる気がするけど、でもしょうがない、だって狙いたい、だって狙いたい。7枚目、やばいやばいやばい、近本選手。はい、で怖いね、すごい勢いで消費してますね。8枚目いきます。いやでもこのタイミングでね引いちゃっていいと思うんですよね、これ以上選手が増える前に。8枚目、うーん今日まずいかもしれないですね。次9枚目、じゃ11枚までにしよう、11枚までにしよう。9枚目、いきます。ガバガバ引いてるけどいやでも欲しい、いやでも今、いやーループ入ってるな、あと2枚にしますね、最大で。はい、まだでも、まあ、あるんですけど、はい、いきましょう苦しい。10枚目、10枚目ですね、いきましょう。はい、1枚狙いきついな、まあでもしょうがない、もう今狙うしかないんで。はい、じゃあラストにします。ちょっともうこれ以上は怖いので、ちょっととりあえず、とりあえずラストにします。後日続きやるかもしれないですけど、ラストにします。ラストです。ラストって言えば来てくれるかもしれないからね。ラスト、いや引かなきゃダメなの、引かなきゃダメ。ラスト、はい外国人全く出なかったですね。マルテさんとか、あれシリーズ2じゃなかったっけな、出てたと思ったんですけど、うん、そうですよね。うわー、見てこのコンプリート具合やばミキサーします、ミキサーしましょうか。あ、ダメだ、まだやってません。そうだ、ごめんなさい、忘れてました。そうだ、まあちょっと取っといて、これはミキサー一回回そうかな。あと、もうすぐミキサー確か再開されるはずなので、まあもう A ランクミキサー行きかな。いやーマジで出なかったなこんなに出ないもんかねと思って、あれ書いてあったんだけどどっか行っちゃいましたね。うん、はい、
いやちょっと今日はひどかったですね。あ、今覇王も結構やばくて、大谷さんをそうツイートもしたんですけど、大谷さん投入してどうかなっていう。でもこの同じぐらいの順位の人でもスピリッツあんまり変わらないので勝てるのかな。結構ひどい順位にいますね。いやちょっと BJ さん引きたかったな。ちょっとここで強化したかったとこなんですけど、まあ、ちょっとちょっとやめときましょう。ちょっと今日は調子が悪すぎるのでやめときます。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。